アントン・ウルリヒは、ブラウニシュバイク・リューネブルク校の一人で、ブラウニシュバイク・ボルフェンビュッテル校。アウグスト2世と2番目の、スマドロテア・フォン・アンハルト・ツェルプストの次男。ルドルフ・アウグストの弟、フェルディナント・アルブレヒト1世の2位。ヘルムシュテット大学で学んだが、1666年に、父が死ぬと、同母兄のルドルフ・アウグストが、ボルフェンビュッテル校の座を引き継いだが、 アントン・ウルリヒが兄の代理を務めることもあった。1685年、男子のないルドルフ・アウグストは、アントン・ウルリヒを同格の共同統治者とした。もともと国政に関心の薄いルドルフ・アウグストは、国務における政治決定の大半を弟に委ねるようになった。1690年、ブランケンブルク伯領を、次男のルートビヒルドルフに与えた。 1692年、同族で冒険のカレンベルク公エルンスト・アウグストが神聖ローマ皇帝レオポルト一世から、選定公の地位を獲得して、持領を、ハノーファー選定公領と解消すると、ボルフェンビュッテル公家とカレンベルク公家の間には、対立関係が生じた。着形のアントン・ウルリヒとルドルフ・アウグストの兄弟は、同じように選定公くらいを望んだが叶わず、 ひどく落胆していたからである。エルンスト・アウグストの子、ゲオル・クルート・ビヒは、スペイン継承戦争で神聖ローマ皇帝レオポルト一世の側についたのに対して、アントン・ウルリヒは、フランス王類14世側につくことを決めたために、ゲオル・クルート・ビヒは1702年3月に、ボルフェン・ビュッテルに侵攻した。アントン・ウルリヒは、ボルフェン・ビュッテルからブラウンシュバイクに避難し、スラクも、 敵軍の捕虜となるのを免れたが、皇帝の命令により、兄の抗議も虚しくアントン・ウルリヒは、敗位され、ルドルフ・アウグストが単独統治者に戻り、アントン・ウルリヒはやむなくザクセン・ゴータ公国に、亡命した。同年4月、ルドルフ・アウグストは、ゲオル・クルート・ビヒトの和訳に調印し、後に、アントン・ウルリヒもこれにサインした。1704年に、ルドルフ・アウグストが死ぬと、 アントン・ウルリヒは単独統治者として福井した。しかしアントン・ウルリヒはゲオル・クルート・ビヒとの抗争を続け、この状況は1706年に両者が最終的な和平条約を結ぶまで続いた。1709年、アントン・ウルリヒはローマ・カトリックに改修したが、公国の臣民に対しては従来の親プロテスタント政策を続けることを保障した。ただし、 彼は両国において最初のカトリック教会を開く許可を与えてはいる。1714年に自分の建てたザルツダーラム宮殿で亡くなり、長男のアウグスト・ビルヘルムが後を継いだ。アントン・ウルリヒは学術と芸術の庇護者として知られていた。彼は父の建てたアウグスト公爵図書館の増書を大幅に増やし、 哲学者のゴットフリート・ライプニッツを司書として雇っても、いた。さらにヨーロッパ発の黒人博士号取得者だった、アントン・ビルヘルム・アーモの講演者でもあった。自身も2冊の小説と多くの詩を書き、美術品を数多く収集し、アントン・ウルリヒ公爵美術館を設立した。1656年、アントン・ウルリヒは、シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・のルブルク公、 フリードリヒの娘エリーザベとユリアーネと結婚した。公爵夫妻は13人の子女に恵まれたが、うち6人は溶接した。ありがとうございます。